貸し口自殺の生前組合の組合長をやってます藤井でございますので、よろしくお願いします。シックスでやってるのが現状です。そうすると温度管理が非常に楽なので、その市電の方は今組合長の方から自分のやり方を言ってもらいますので、でそのうちの過程でその修道さんからお嫁さんというこう代々つながって、この室の中の死の温度とか煙の度合いが20年後過ぎてからに生活改善がみんな行われて、買い上げがなくなりましたので、そしてみんなストーブになったわけです。すると死に枝に煙がいかないもんですから赤くならなくなりましたので、まあこれ自分の考えですけども、二酸化炭素が関与してるんじゃないか、そういうふうに思ってる。まあ、こと20度と言ってますが、様々ですので、そしてその今言うとその煙がつくかつかないかというのは、煙のない精神で出しますから。室という限られた中でやってます。今、有志君のがここ今ありますけど、またね。本家の小枝地区のやつでもダメですか？いや、いいと思う。あ、は大丈夫。うん。これで、かすっていうことがありがとうございます。西川、つまり、からっ風です。からっ風。うん。乾燥した方が、いい状態に仕上がりますので。あそこ、西ってあれですもん、流れてる。